皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは公式を覚えようというものです。公式を覚えてなくてテストができなかったと、問題集やドリルの問題が解けない、こういう人がある程度の割合いるんですよ。でそういう人ぜひ、今回の話参考にして公式を覚えてください。公式っていうのは問題を解くための魔法の杖であり、ゲームだったら敵を倒すように必要な、絶対必要なアイテムだったりするんですよね。ですから公式を覚えてないでその問題を解くということは、手に何も武器を持たないでとても強い相手に向かっていって戦う、こういうことですね。相手とても強いんですから武器なしで戦って勝てないんですよ。ですから問題を解くための武器となるこの公式覚えてください。小学校でどんな公式が出てくるかというと、面積を求める公式ありましたよね。長方形、正方形の面積、平行四辺形や三角形の面積、台形やひし形、そして円の面積もありました。それから立体の体積を求める公式、立方体の体積、直方体の体積、円柱や角柱の体積、これを求める公式もありましたね。それから割合や平均を求める式、こんなのもありました。でこう言うと、うわこんなにたくさん覚えなきゃいけない、そう思うかもしれませんけど、よく考えてみてください。小学校6年間ありますよね。公式が最初に出てくるのは3年か4年だったとしたら、4年間くらいでこれだけ覚えるんです。ですからそんなに難しいわけじゃないんですよね。で出てきた時にすぐに覚えてしまえば、そこで後が楽になったのに、なかなか覚えられなかった、または覚えたって思い込んじゃってそのままになっていたって、こういうこともありそうですよね。で中学校はどうかと、中学校は比例とか反比例、一次関数の式なんかがありますよね。もちろんその中に、問題の中にはこの面積を求める式やこの体積を求める式なんかが出てくる問題もあるんですよ。ですから小学校のこの公式を覚えてなくて中学校の問題が解けないってこともよくあることなんです。それから理科だったら濃度、湿度、電気抵抗、こういうものを求める式、これも覚えなくちゃいけないんですけれど、出てきたらそこで覚えちゃえばいいんですね。知識としてこういう公式を知らないってことはね、計算することもできない、計算して問題を解いてその数量を求めることができないってことなんです。ですから問題を解くためにはやはり公式しっかり覚えて使えるようにすることが大切です。これまで覚えてこれなかった、覚えられなかったっていう人、もしかして覚えたって思っちゃったっていうさっきのこと以外にですね、いや覚えるのがめんどくさいと、こういう人いませんか。いやでもね、よく考えてください。一番最初に暗記させられた算数の問題なんだと思います？九なんですよ。九ってどうやって覚えました？何度も何度も口に出して覚えたんじゃないでしょうか。ですから覚え方、基本は何度も声に出して覚える、これが基本です、ね、毎回書かなくていいですよ。書くと時間かかりますから、短い時間でたくさん繰り返しできるもの、こういう練習をしましょう。そのためには何度も声に出して言うと、これが基本です、ね、同じことを、ね、言っても公式一つだったら1分間に何回か言えますよね。じゃあそこで覚えちゃったかって言ったらまた忘れちゃうんですよ、人間って。ですから忘れそうになったらまた言うと、つまり1回や2回で公式を覚えられないと、これも知っておいてください。1回で覚えちゃった、いや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 多分忘れますよ、
2回、いやまだ忘れます、3回、いや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 、で時間を置いて繰り返すと、3回やったら大丈夫かって、3回覚えたくらいっていうのは大体、あ、この問題テストでやったことあるんだ、でも思い出せない、これが多分3回くらいなんですよ。ですから、まあ人によってね、回数の差はあるにしろ、3回じゃ少ないと思ってください。もっとたくさんね、復習してください。そうすると少しずつ少しずつ記憶に定着していきます。公式を覚えたら今度は公式を使う練習、これも必要です。覚えただけだとどの数字をどのように使って答えを出すか分かりません。ですから公式を使う練習をすることで、さらに公式を覚える、公式を使えるというふうになっていって、しっかり公式が身につくわけです。よろしいでしょうか。今回の私のアドバイスが皆さんの勉強に役立つことを願っています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。